こんにちは、大好きシーサイド始まりました。第16期シーサイドイメージガールの小田島まりもです。そして本日一緒に番組を進めてくれるのは、はい、第17期シーサイドイメージガール、佐々木愛香と角田ゆきめと渡辺ありさです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日第17期ここスタジオ大好きは初登場、皆さん。そうですね、はいはい、大好き初めてですっていう人、はい、皆さん初めてだった。シーサイドの活動自体初めてですっていう人もいらっしゃいますか。いらっしゃる、はい、そうだ、どうですか、ここ座ってみて。今モニターの顔出てますけど、緊張しますですよね。いや大丈夫、気楽に行こう。そうそう、あ、そうだ、タワーのお披露目会、うん、どんな感じでしたか。もう緊張しまくりだったんですけど、お二人がいらっしゃらなかったので、ね、情報共有をお願いします、うん、はい、今あのお笑い芸人さんビッグスモールさんが、はい、まあ、たくさん話を振ってくださったので、まあ、ちょっと楽しく、緊張しつつも楽しく、楽しかった、はい、過ごせました。よかったです、それは。いやでも初めて人の前にモニター通さずに出るって勇気いるなって、私1年前それやってうわー勇気いるなって思いました。そんな感じでいいですか。この様子が載ってるみたいですね。そうなんですよ、この2月号にその時の様子が載ってるそうなんで、うん、皆さんの私の写真これですみたいな感じのアピールを今あんまりね映らないんだけど、写真いますんでみたいな、うんうん、はい、では私はこの一番端っこにいます。こっちですね、見えないかな。なんかあんまり いない組はここにちょっと補充って感じ。出た人たちが上に寄って、いらっしゃらなかった人は、これオーディションの時の写真だ。そうですね、そう夏のすごい、なんかあ、こんなメンバーがいらっしゃるんだ。私まだ全然会ったことないから会えたらやばい先輩と一緒にやっちゃったぜみたいな感じでちょっと紹介しておいてください。じゃあそろそろ番組インフォメーションに行きますかね。番組インフォメーション行って大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ番組インフォメーションを愛香ちゃんとゆきめちゃん、ゆきめちゃん、ゆきめです。ゆきめちゃん、はい、お願いします。はい、はい、この番組では毎月25日発行のこちらのフリーペーパーですね、東京シーサイドストーリーをもとに私たちシーサイドイメージガールがお台場や、臨海地区のイベントやファッション、グルメなどお得な情報をたくさん、皆さんにお伝えします。東京シーサイドストーリーはお台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーで、ショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています。湾岸、はい、エリアのマップも載っているので、はい、とっても便利です。はい、そしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や臨海線、ゆりかもめの各駅、さらに東京タワーにも置かれています。はい、また iPhone アプリお台場エンジョイアプリがリリースされています。お台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることができます。 iPhone を持っている方はぜひお台場エンジョイアプリを登録してください。はい、Apple Store で お台場とアルファベットで検索するとすぐ出てくるみたいです。私ちょっと iPhone じゃないんで出てこないんですけどiPhone だけなんですね。はい、そしてお台場テレビもスマートフォンアプリでリリースされています。はい、こちらは iPhone アプリとAndroid アプリもあります。こちら Android で両方あるのでこちらもぜひダウンロードしてください。はい、どちらも無料アプリです。はい、はい、そして番組内でイベント情報やお店紹介を出しますので、インフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください。お問い合わせはアドレス、はい、seaside@odaibatv.jp までメールでお願いします。はい、続いてはシーサイドストーリーの読者プレゼントの抽選会を行いたいと思います。今回は1月号ですね。1月号、1月号、これだ、じゃーん。1月号、いつもたくさんの応募ありがとうございます。今回もたくさん応募いただいたので、抽選の前にごめんね抽選の前に今回のプレゼントの商品の紹介をありさちゃんお願いします。はい、一つ目ですね、グランド日光東京台場からマローネン12個入り3名様です。お菓子ですね。はい、お菓子です。で2つ目、ピエール・ファーブル・デルモ・コスメティック・ジャポンからルネ・フルトレール・ファイブセンス・ジャーニー・コレクションを1名様ですね。はい、こっ
3つ目が世界蘭天日本大賞実行委員会から世界蘭天日本大賞2018招待券ペア10組20名様にプレゼントとなっております、はい、そして4つ目、はい、ニューローズから、ねね、ニューローズスペシャルエディションかわいい、はい、2018ですね。で新しいバラの庭、こちら3名様で す, これです、ね、バラの写真がいっぱい載ってる感じのやつです、はいはい、そして5つ目フジテレビからラフちゃんのキーチェーンですね。こちらマフラーのトナカイバージョンがあります。はい、鈴が鳴るこれです、はい、でこちらを各3名様、はい、計6名様にプレゼントとなっております、ね、でこちら以上ですね、はい、今回は合計5種類のプレゼントとなっております。はい、それでは早速ね抽選をしていきたいと思います。はい、はい、まずは1番グランド日光東京のマローネお菓子ね12個入り、これをハガキの方から2名選んでいってメールの方から1名選んでいきたいと思います。じゃあまずハガキをね私がねシャーってトランプみたいに出すんで、はい、この中から選んでもらいたいと思います。じゃあ誰から最初に行こうかな。ここにね名前が載ってたからね、愛花ちゃんから行きましょうかね。はいはい、じゃあ見ないで引きますね。そうなんです、平等性を期すために見ないよう、はい、ここから2枚引いてもらっていいですか、ね。はい、2枚ですね。はい、2枚です。まず1枚目引きます。1枚目す、はい、はい、じゃあそこに書いてあるお名前、住所と県とお名前を皆さんの前に言ってもらってもいいですか。はい、はい、埼玉県にお住まいの、はい、姫野様ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ続いてもう1枚いってもらいましょうか、はい、もう1枚いきます。はい、じゃーん、はい、取れましたか。取れました。じゃあそのところにあるお名前と、はい、はい、神奈川県、佐藤様、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあそのハガキは、はい、別にね、大切に保管しておいて、はい、じゃあ次はこれをメールの方から一人選んでいただきたいんですけど、メールが113通来ているそうなんで、1番から113の中から好きな数字を一つエカちゃんに言っていただきたいと、はい、はい、1から1から113です、ね、113です。その中から一つ、じゃあ12番で12番。はい、はい、12番。なんで12にしたんですか。パッと今頭に浮かんだのが12番でした。あ、特には何も理由とかもなく12番。すいません。いやそういう選び方で良いと私は思います。あ、そうか、何も由来は特に。あ、でも結構私自身なんか偶数を選びがちかもしれません。なるほど、偶数、はい、なるほど。なんかすごいあるのかと思って。そうですね、あ、なんか7番とかちょっと一瞬思ったんですけど、ちょっとありきたりかなって思って。なんかあのラッキーセブン、野球の7回に点数が入りそうなので、あ、じゃあ発表出ましたね。はい、はい、読んでいただいていいですか。はい、横浜市の酒井さん、うん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。なんか7番って野球の7回に点数がたくさん入りやすいからラッキーセブンってなったらしくて、日本だけらしいですよ。なんか、あ、そうなんだ、そうなんだ、らしいです。じゃあ次2番いきましょうかね。2番いきたいと思います。2番ファブル、ピエールファブル、あ、お化粧品ですね。お化粧品かな、うん、お化粧ですよね。でお化粧品の抽選を1名様なんで、ゆきめちゃんとありさちゃんにじゃんけんしていただいて、ゆきめちゃんが勝ったらハガキの方から抽選していきたいと思うんです。はい、はい、ありさちゃんが勝ったらメールの方から抽選したいと思うんで、お願いします。はい、最初はグッズ、はい、よし、勝ちました。ハガキで、誰が勝ちました。ハガキで、じゃあハガキ、じゃあ勝った方に引いてもらおうかな。はい、はい、かな、じゃあこの中から1名なんでね、見ないようにさーっと取ってもらっていいですか。よしよしよし、じゃあこれで、はい、す、す、あ、なんか可愛いハガキが、ですね、品川区にお住まいの森さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。可愛いハガキで来てます。可愛い美女と野獣。待って待って待って、ごめん、私すっごいミスした。1番のとこから引かせた。待って、すごい、ごめんなさい、すっごいミス、今自分ね、なんかすっごいね、束、さっきと数多くないと思って、すごいもうミス、すごいごめんなさい。ちょっとね、もう一回引き直してもらいました。ごめん、本当にごめんなさい。申し訳ない、ね、すっごいやらかした。
すごい別の保存しておきましょう。ちょっと本当に申し訳ないやばい、ちょっとやらかしてる。ちょっともう一回2番の方の山から引いてもらいたいと思います。すごいやばい、ちょっとごめんなさい、すっごい恥ずい。改めてはい、すいません、はい、本当に申し訳なさすぎた。今の2番の絵ですね、ピエール・ファーブル、はい、じゃん。はい、じゃあこちら、お、かわいい、かわいいですね。これも東京都、はい、にお住まいの寺田さん、はい、はい、おめでとうございます。ちょっとすごいなんかもうすごいね本当に申し訳ない。2番ですね、はい、はい、じゃあそのハガキはこちらに保存しておきましょうかね、はい、ちょっともう分けよう分けよう、ちょっと怖いからさ、これ引いちゃったら困るからそっちに置いてもらっていいですか。、はい、本当にやばいね。じゃあ次3番に行きますかね。3番世界ランテンランの花ですね。このチケットをペア10組20名様なんですけど、人数が多いので、うん、これはがき2人とメール2人から選んでいただきたいと思うので、うん、はがきがね、これ合ってるよね。そしさんって書いてある、大丈夫。もうちょっと、じゃあこれを、あれさっき誰に引いてもらったんだっけ。私、イキメが言ったんで、じゃあ、はい、アリサちゃんが、ね、はい、はがきから引いてもらいたいと思います。じゃあ引きます、はい、水に、はい、はい、栃木県から、はい、ね、金子さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてもう1枚、もう1枚引いてもらいたいと思います、ね、よいしょよいしょ。はい、こちらは東京都にお住まいの島崎さんですね、うんうん、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。かわいいです、はい、うん、よいしょ、これあちらに置いておいてもらっていいですか。はい、じゃあ次これをメールから好きな番号を選んでいただきたいんですけど、メールが今3番だよね。3番が91通来てるらしいので、1番から91の中から好きな数字を2つ言ってもらいたいと思います。お願いします。2つ、じゃあ一つは21番、21番と、はい、と21と、46番、46、はい、21番と46番です。誰になりますかね。あ、選んだ理由って何かありますか。めちゃめちゃ聞きたい。ざっくりですね。なんとなく21がまず頭の中に浮かびまして、なんとなく21で、あと91人いたので、はい、はい、まあ、その中か約半分の、いや、そんな計算してたのか。なるほど、あ、結構すごい、いや、そんな即座に計算できるのが頭がいいんですが、いや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 、私割り算したら多分間違えて違う数字が出てきちゃった。誰になるでしょうかね。いやー、本当に、あ、なんかね、コメントがね、たくさん来てるんだけどね、マリモンやらかしたねっていうのがね、やばいね、やばいね、ここに来てる、ありがとうございます。初お台場放送ね、今週もよろしくお願いします。沖縄から見てくださってる、沖縄から見てくださってるんですよ。あ、出ましたね、抽選出ましたね、読み上げてもらってもいいですか。まず21番の方なんですけど、はい、船橋市の中原さん、はい、うん、おめでとうございます。そして46の方ですね、川崎市の久保さんから、うん、はい、久保さんですね、はい、はい、おめでとうございます。はい、これですね、チケット、チケット、はい、はい、じゃあ次は4番に行きたいと思います。あ、このあれだ、すごいバラの本だ、ーローズ、すっごいバラバラしい、バラバラしいって、うん、ちょっとやめようね、バラバラ、ちょっとバラバラまみれ、バラまみれ、バラづくし、バラづくし、バラづくしの本です。はい、はがきの方が2枚なので、これはどちらか1枚を選んでいただきたい。3名様なんでね、はがきから1名とメールから2名を選びたいと思うので、じゃあ戻ってきて愛花ちゃんに聞いてもらおうと思います。1枚ですかね。そうです、1枚です、はい、どっちかですね。はい、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 いけました。読み上げてもらってもいいですか。はい、埼玉県にお住まいの菅原様、はい、はい、おめでとうございます。はい、じゃあそのハガキはこっちに保存しておきましょう。はい、ちょっと怖いね、こういうの、ね、そうですね。はい、じゃあ次はメールの方が5通来ているらしいので、5通1番から5番の中から好きな数字を2つお願いしてもいいですか。はい、2つです。はい、はい、2番、2番、4番、2番、4番、偶数です。2番、4番、偶数、何かあるんですか。なんか出席番号、ね、自分偶数だったみたいな、そういうやつ。いや、なん
なんとなくこう1番とかって結構こう何ですかね、奇数じゃないですか1番は、うんうんうん、なんかこう2番手でいたいみたい な、なんか1番手じゃなくて2番手でいたいみたいな、ちょっとなんか謎の謎のなんかそういう癖があります。2枚目、2枚目とか言うとイケメンだったりする。そうですね、メインで行くよりかはっていう面白いみたいなのがあるから、はい、そうか、そういうのがあるのか、はい、なるほど。いやお、出ましたか、出ましたかね。じゃあ読み上げてもらってもいいですか。はい、2番、はい、北区の福島さん、はい、はい、おめでとうございます。はい、次4番の方ですね、はい、仙台市の水野さん、うん、おめでとうございます。すごい、仙台、仙台、仙台、牛タン、牛タン、あ、牛タン、牛タン食べたいか。はい、じゃあ最後にこれだ、これのかわいい、かわいい、うん、プレゼント、うん、ラフちゃん、ラフちゃん、ラフちゃんって名前だったのね、あなた。ラフちゃんの抽選に行きたいと思うので、これね、はい、3-3だからね、1人ずつね、行こうかなって思ったの、私。ね、頭いいよね。頭悪いよね。あ、頭いいも悪いもないよねっていうね。じゃあ、まずは、マフラーを、マフラーの方ね、こっち。マフラーの方を3人、1人1枚ずつね、取ってもらいたいと思うんですよ。はい、お願いします。足から、そうです、はい、そうです。はい、じゃあちょっと足か、はい、じゃあそれ持っててください。はい、はい、お願いします。いいす、はい、どうぞよ、はい、これで、はい、はい、よいしょ。はい、じゃあ愛花ちゃんから読んでもらいたいと思います。はい、どうでしたか。そうですね、ちょっと待ってください。住所が、住所が、うん、やたらない、いや、住所が住所はなさそうですね。 ない住所が、ないかな。裏にもしても住所が、郵便番号ならあるんですけど、書いてあるので、はい、住所がないと発送できないので、もう一回引き直していただきたいと思います。はい、はい、引き直します。はい、はい、はい、じゃあ読み上げてもらってもいいですか。はい、はい、千葉県にお住まいの松本様、うん、はい、おめでとうございます。じゃあ次はイケメちゃんが引いたカードを読んでいただけますかね。はがきカードとか、はい、長崎県からの山田さん、はい、はい、はい、おめでとうございます。すごいですね。はい、じゃあ最後お願いします。あいさちゃんです。東京都の富田さんですね。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、なんかこれどっちが行くか分からなかったらしいです。私ね、どっち抽選こっちですとか言ったんだけど、これどっちかが届くらしいです。すいませんね、ちょっと私ミス多いね。落ち着け落ち着け。じゃあこれメールの方が1から10通来てるらしいので、1から10の中から1つ選んでいただきたいと思うので、イカちゃんから順番に好きな数字を言っていただいていいですか。はい、何番ですか。はい、どうしようかな。じゃあ7番で7番で、はい、ここに来て、ゆきめちゃんお願いします。はい、じゃあ私10番の方。10番、はい、はい、じゃあありさちゃんお願いしてもいいですか。23番10番までしかない。10番までしかないんです。4番はい、7、14、ラッキーセブンね、ラッキーセブンね。まあそういうね、私のミスも全然ね、可愛らしいミスで、さっきこうハガキ止めようと思ったら輪ゴムが切れちゃったんですよ。ハガキね、止めようと思ったら輪ゴムが切れちゃってね、ショックだわ。嫌われてるのかな。7番、10番選んだ理由とかってありますか。10番選んだ理由はですね、やっぱもう10名様の、あー、最後に、はい、最後の残り物には服っていう、はい、そうですね。4番を選んだ理由はありますか。特にはなさないですね。直感、直感で、直感でございます。私なんだろう、これ多分なんか誕生日とかに絡めてめっちゃなんか悩んで、めっちゃなんかとか言ってすごい悩んでやった記憶がありますね。あー、ちょっと切れちゃった、ゴムね、結んであげる。やばい、切れちゃった。
ここにつけるか。お、出ました。出ましたかね。はい、じゃあ、はい、自分の選んだ数字の人を読んでもらっていいですか。はい、はい、7番の方、川崎市の、村内さん。そうね、はい、村内さんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。10番の方、江東区の江東区、江東区か、すいません、江東区って読むんだ。ちょっとね、うん、偏差値低いの。私も初めてです。ちょっと待って、はい、久力さん、そのまま久力さん、すいません、久力さん、おめでとうございます。で、4番なんですけれども、同じく江東区の坂本さんですね、うんうん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ抽選はね、これで以上になるので、はいはい、渡ったハガキをね、ここに保存しておいて、これそっちの束の上に置いておいてもらってもいいですか、はい、ありがとうございます。もうちょっと怖い怖い怖い。はい、じゃあ抽選ね、降りてるね、大丈夫だよね、ちょっと怖いな。はい、これで以上なんで、当選された方おめでとうございます。おめでとうございます。到着まで少しお待ちください、はい、あ、え、大事なこと言い忘れてた。なんか3番の世界の乱点あるんですけど、うん、ペア10組20名様なんですけど、この場で抽選してるとね、お時間がちょっと押してしまうので、これは残りの人たちはね、商品の発送を持って返させていただきますんでね、届く。まだチャンスありますんで、楽しみにしててください。そして、2月号にもプレゼントが載っていて、この紹介をあやかちゃんにお願いしたいと思うんですけど、いいですか？はい。そうです。シーサイドストーリー。2月号の。2月号。22ページと23ページかな？はい。ね、こちら。ですね、まず一つ目として、はい、グランド日光東京台場から、はい、ガーデンダイニングランチビュッフェ、2組4名様ですね、はいはい、続いて屋形船、深川富士見から、屋形船から隅田川の千本桜と和食を満喫、乗り合い屋形船招待券ですね、こちら1組2名様です。はい、で続いて22ページですね、フジテレビさんから、ドラマ隣の家族は青く見える、はい、オリジナルマグネットクリップですね、うんうん、それを、3名様にプレゼントです。はい、はい、で今回はなんとすごいプレゼントね、はい、コカコーラの、グッズ総額20万円相当をプレゼントいたします。いっぱいありすぎて文字が小さくてね、はい、周りが見えないんでぜひこれねもらってみていただきたいんですけど、ね、どんなものがありますか。ちょっとですね、 T シャツ、うんうん、ホワイトとブラックの2種類ございますね。あとは何だろう、ジップパーカーやパーカー、目覚まし時計など、目覚まし時計、はい、起きる大音量って書いてありますよ。本当だ、すごい。あ、これですね、裏表紙にね、なんかね、裏表紙になんか載ってて、すごい、コカ・コーラですね、すごい。ミニカーとかタオルとかキャップなんかもある感じのね、裏表紙ちょっとあんまりね映らないんでね、ぜひこれをねもらってね読んでいただきたいんですよ。ぜひこちらの2月号を詳しくご覧ください。こんなところにあるんでね、はい、でこれ締め切りがあるんです。締め切りが2月24ですね、はい、これスマートフォンからでも簡単に応募できるらしいので、お台場にお越しの際ぜひこれね手に取って、東京タワーにも置かれてるってさっき言ってたんで、そうです、ゆりかもめの各駅、臨海線、各施設、東京タワーに置かれてるんで、ぜひこれを手に取って。20万円なんでね、相当いっぱいあるんですよ。そうですよね、なんでこれ応募したら当たる可能性高いんで、うん、ぜひ応募してください。そしてぜひねこれもらってくださいね、もらって読んでください。今回バレンタイン特集載ってるからね、この後紹介するそう、この後紹介するやつね、バレンタイン特集載ってるんで、そろそろその紹介にね行きたいと思いますね。はい、それではこの施設の紹介、情報紹介に行きたいと思います。今回はね、さっきから話題に出てる2月号から紹介していきたいと思います。はい、まあこれね紹介する、私はまずね、みんなこれ紹介初めてなんだよね、はい、初めてだから、私がまずこのお手本を見せようと思うので、ね、私このね毎回これデックス東京ビーチのイルミネーションを紹介したいと思います、うん、
日没から24時って書いてあって、いつもあ冬になるから点灯時間若干長くなるかなとか思ってるんですけど、若干長くなります。一回夏に行った時よりもやっぱ日が落ちるのが早いんで長くなってます。でこれハート型のオブジェがなんかこうあるんですよ。ちっちゃく載ってるんですけど、ハート型のオブジェがあってカップルが中に手つないで写真撮ってるんですよ。もう私そこに入りたくて一人で入って撮ってくださいって頼んで撮ったんですよ、その写真。すごい、いやちょっとやばい人でしたね。そんな感じでイルミネーションがね一年中やってるんですよ、ここ。いいですね、一年中やってて、一年中、そうです、一年中やってて、クリスマスの時期とかになるとイルミネーションが変わるんです。クリスマスの時期とか、今の時期はバレンタインみたいな感じになったりするんですよ。ハートですかね、やっぱバレンタインなんで。カップルがいっぱい溢れるんですよ。本当に私もいつかカップルで行きたいって感じで、レックス東京ビーチで行われてますイルミネーションね。これカップル、バレンタインの時期、カップルの方々ご家族で見てください。すごい綺麗ですからイルミネーションね、本当に綺麗。そしてぜひ彼女には綺麗って言ってる横で、君の方が綺麗だよって言ってあげてください。絶対みんな好きになるから。はい、ということで私の紹介はこれで終わりにしたいと思います。はい、じゃあ皆さんね、お気に入りの記事を紹介してもらいたいと思います。はい、じゃあまずはありさちゃんからいこうかな。ありさちゃん、はい、どこ紹介しますか。私はまず、ね、6ページに6ページあります。くるくる、お台場からはい、ハッピーにという題名があるんですけれども、バレンタイン特集、はい、その中でも一番上に載っていますデックス東京ビーチにあります東京恋テラス の、うんうん、のおしるこのすごい、おしるこのハートハートハート、はい、すごい、ハート、そうなんですよ。チョコレートも入っているようでして、うん、まあ、チョコレートの甘さとおしるこのホッとする優しい味が絶妙にマッチした一品だそうです。しかもこの、そうですね、ハートなんですよ。ハートでチョコ、これ書いてあるんですけれども、はい、寒さで冷えたらチョコおしる濃いですよ。濃いで、ぬくもりませんかと。うん、いや、ちょっと独り身で寂しい皆さんも、まあ、インスタ映えとかもね、狙えると思うので、そうこれはぜひ、食べたい、行ってみてください。チョコレートとのおしるこなのか。そうですね、チョコおしるこいですね。あんこ苦手でも、そうですね、食べられちゃいます。なんかあんこ苦手な人でもチョコレートなんで食べられる、うん、はい、いいですね。シーサイドモール3階にあるようでして、こちらは702円税込み価格で、うん、はい、いいな、いいな、これこちらはぜひぜひ。彼氏いないけど一人でも楽しめる、うん、間違いない、はい、インスタ映えね、インスタ映え、これすごい可愛いやつ、可愛いです、ね、本当に写真ね。写真あんまり見えないかもしれないけど、ハートのね、マシュマロかな、これ、はい、マシュマロ浮いてる、めっちゃ可愛いやつです、うん、すごい可愛いです。ぜひ行ってみてください。はい、レックス東京ビーチですね。じゃあ、はい、次はゆきめちゃん紹介してもらおうかな。はい、私が紹介するのはダイハツキュリオス東京公演です。はい、何ページだろう。ですね、11ページに、ページだ、ちょっとね、写真がないんですけど、うん、はい、2月7日から、はい、もうすぐですね、来週、そうですね、来週かな、から水曜日から4月の8日日曜日までやってます。うんうん、これはもう皆さんもね、これは何かな、サーカスです。サーカスなんだ。そうね、シルクドソレイユの、はい、あ、へえ、そうなんですよ。で、お台場ビッグドップでやります。はい、はい、うん、ね、シルクドソレイユがキュリオス創設30周年を記念して日本に上陸します。で、私もこれ行くんですけど、そう、初めて行くんですよ。しかもね、ちょっと気合い入れて SS 席取っちゃって、はい、そうなんですよ、すっごい今楽しみで、ぜひもう皆さんにも共有したくて今紹介しました。じゃあこれぜひ行った後また大好きで公開ありましたっていうのを言ってもらえればいいと思います。はい、皆さんもぜひ行ってください。はい、多分もうすごいと思います。すごい、すっごい有名なんで、それぜひ情報共有をお願いします。私は案内から見てますね。じゃあ愛花ちゃんに紹介してもらおうかな。はい、どこだ、7ページのバレンタインですね。バレンタイン特集、バレンタイン特集があって、はい、7ページが見つからなかった。7ページですね、のアクアシティお台場から、はい、ゴディバのチョコレートです。そう、これはね、女の子憧れ、そうですよね、もう憧れますよね。この
今回こちらに載ってるチョコレートなんですけど、すごいピンク色がメインになっていまして、すごい可愛くてインスタ映えになります。いいですね。そうですね、あ、これ宝石イメージのチョコレートなんだ。すごい、ジュエリー、ジュエリーをイメージ、何味だろう、何味だろう。何味なんですか、ね、チョコレート何味が好きってありますか皆さ ん, なんか。私はビターですね。大人ありますか、何味が好きって。私もミルク、甘いのが好きですね。一緒です、一緒です。私いちごチョコ大好きなんですよ。友達と抹茶専門店に行ったのにあえていちごパフェを食べたって。いちごの好きで、いちごは、うん、いちごね、いちご味あるかな、いちご味あったら絶対食べたい。そうですね、この赤いのいちご味っぽいんだよな。う、ね、うん、いや欲しいですね、ゴディバのチョコレート。いいですね、ゴディバのチョコレート。いやー、ぜひ、送る、送る男性じゃないよね、女性が送るって。そうですよね、女性送る男性、女性からぜひ送ってくださいとか思い出しようと思ったけど、女性が送るんですね。じゃあぜひホワイトデーのお返しに男性が送ってもいいんじゃないかと思いますよ。じゃあまた戻ってアリサちゃん、はい、次のページ紹介してもらっていいですか。はい、それではこちら15ページにシーサイドトピックスですね、じゃに載っております。一番上に載っているものなんですけれども、企画展ムーブ、生き物になれる展、生き物になれる展、動く図鑑の世界に飛び込もうというタイトルでございます。動く、日本科学未来館で、まあ、4月8日までやっているそうなんですけれども、まあ、企画展ムーブ生き物になれる展、うん、ね、こちら映像 DVD との連動によって、うん、まあ、図鑑の常識を覆したんですね。動く図鑑ムーブ、なるほど、はい、まあ、コンテンツは世界をベースとして写真じゃなくて映像で、五感で、五感でってことは音が鳴ったりするのかな。そうですね、は、匂いとかも、そうですね、そうですね、五感で生き物の知恵や技術を体験することができるそうなので、ぜひ、実際に、まあ、なかなかね、そうですね、ですね、生き物になれるってことですかね、自分がなれる、なりきれる、それっぽいですよね、なれるって書いてある。そ う, う, で す,、ね、そうです、すごい気になる、日本科学未来館1階企画展示ゾーン、はい、らしいですね。あ、火曜日が休館日になりますね、なんで、ぜひ行く際は火曜日じゃない日にね、春休みだからみんな結構行けるんじゃないかな、うん、そうですね、平日も行けそうですね、うん、家族連れとかね、ぜひ行っていただきたいです、はい、ぜひぜひ行ってみてください。ね、子供図鑑写真で見ても、写真で見ても面白い図鑑が動くし、写真で見てもいまいち分からなかった構造が動くと分かるっていうね、こういうのいいなーって動いてくれるので、ね、ぜひ行ってください、はい、じゃあ、ゆきめちゃん、次のページの紹介お願いします。どこだ、どこだ、パラパラ、ちょっと戻っちゃうんですかね。あ、いいですよ、戻りますね、戻っちゃって。4ページ、4ページ、はい、アクアシティお台場です。もうみんな大好き、みんな大好き、アクアシティお台場大好き、大好き、話題の個性派シューズ、スニーカー紹介です。おー、すごい、やっぱ春先なんでね、やっぱ春にはスニーカーがいいかなと思って、そうです、ね、ぜひ買いに行ってほしいなと思って。あ、すごい、いろんなスニーカーがある。ワディダス、スピングルムーブ、ラコステ、そう、私ラコステ大好きなんでちょっと買いに話しちゃったっていうだけなんですけど、私スニーカー、スニーカー履きますか、あんまり履かないんですよ。履かないですか、スニーカーって今こんなに種類あるんだっていう。そう、めっちゃ履きやすいやつから、うん、春っぽい色もすごい取り揃えてあるんで、うんうん、ぜひ、はい、行ってほしいな、ショッピングに。ランニングシューズ、天然素材とか、うん、欲しい、絶対安いですよ、軽そうですね、いいな、うん、ちょっとスリッポンタイプ、うん、私あんまり履かないんでこの機会に履いてみたいですスニーカーアクアシティお台場ですね、これ3階ですね、3階です、うん、はい、ぜひ皆さんお台場に来た際はここでスニーカー吟味してください、はい、ショッピングしてください。じゃあ、じゃあ最後のページ、はい、最後のページ、最後、11ページですね。はい、ジョイポリスです。ジョイポリス、東京お台場パスで行く東京ジョイポリス2018、うん、こちらは、今回期間中、4月8日までですね、東急線各駅からお得な切符、うん、東京お台場パスを利用してお台場にある東京ジョイポリスへ遊びに行くと漏れなくプレゼントがもらえます、うん、へー、はい、抽選で
109名様に各種商品がその場で当たるそうです。あ、抽選に直接参加できる感じだ。あ、抽選商品のラインナップもここに載ってるんですよ。ちょっと字がね小さいからね、ぜひこれもらって本当に読んでください。これ春休み中いろんな企画満載。本当に楽しそうだね。一回ジョイポリス行ったことあるんですけど、はい、どんな感じでしたか。いやもう本当に楽しいです、うん、あれです、室内だから雨が降っても遊べるんですよね。はい、そうなんですよ。あ、国内遊園地、そうですね、これ春休み中に行きたい。またあ、学割とかもあるっぽいです。春なんで学生の皆さんも、ね、ぜひここ遊びに行ったら良いのではって、はい、春休み ね、春休みですね。いいですね、雪降ったり雨降ったり天気荒れてますけど、ここ室内なんでね、うん、予定気にせず遊べたりするんで、うん、天気気にせず遊べたりするんで、ぜひ行ってみてください。はい、はい、その他にもたくさんのイベントが予定されてます。本当に春休みいっぱい予定いろんなイベント予定されてるんで、うん、ぜひこれ参考にしてお出かけください。はい、ご紹介したイベントの最新情報は各イベントの主催者や各施設のホームページ等でご確認してください。確認大事です。あの、空いてなかったとかいうの結構あるん で、ね、確認してください。はい、続いてはイメージガールのコーナーです。イエーイ。はい、これね、いつもだったら私のくだらない妄想がダラダラ続く時間なんですけど今日は初登場17期のメンバーをご紹介しましょう。ご紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速紹介をねしていきたいと思うんですよ。私が喋っても何の紹介にもならないのではい、誰からいきますか。私最初に紹介しますっていうね勇者いますか。じゃんけんする。じゃんけんじゃあじゃんけんで勝った人から紹介しましょうか。勝った人から、はい、最初はグーじゃんけん、はい、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ、見えない、お、最後、はい、最初はグーじゃんけん、はい、一緒。私1番ですね。はい、はい、はい、じゃあどうお願いします。はい、軽く自己紹介をします。はい、まずはお名前。はい、佐々木愛香です。うん、今20歳です。うん、福井県出身です。はい、私の特技はバドミントンと運動することが得意です。はい、バドミントンは小学校4年生から続けてて、すごい。そうですね、今もたまにこう自分で大会に出たり、うん、はい、してます。本格的だった。そうですね、あと、まあ、最近私ジムに通ったりとかしてるんですけど、はい、私もうバッキバキですか。バッキバキじゃないんですよ。シックス全然バキバキじゃないんですけど、でも本当に目指してるんで、本当にちょっと割れるぐらい、あの、筋トレしたいなって思ってて、はい、私も筋トレしないと。そうですね、スポーツが好きですか。はい、もう動くこと結構好きで、アクティブに基本的に、はい、皆さんどうですか。私も好き、うん、好きです、好きです。私は家の中でゲームやったりとか漫画読んだりっていう、もう典型的な引きこもりなんであ、じゃあなんかおすすめは、でもバドミントン割と初心者でもできますか。できます、全然できます。はい、なんか慣れない感じが。でももうシャトルを打つだけなんで、羽を打つだけなんで、それができる人とできる人がいるんですよ。できますか皆さん。小さい頃やってましたね、バドミントン。ちょっとだけ遊び程度でやってました。やってますか。私も実はサークル、大学のサークルでバドミントン、そうなんですよ。ちょくちょくやってる。今度一緒にしましょう。そんなレベルじゃないですけどね。やりたいやりたい。他は何か特技とか趣味他にありますか。あとは何だろう。そうですね、あとアピール小さい頃からすごい習い事はたくさんしてました。うん、何してましたか。結構あるんですけど、あげますか。全部聞きたいね。聞きたいです、聞きたいです。げますか。まず、まあ、習字、あ、はい、塾とか、あとそろばん、あと、ピアノも4歳からしてました。じゃ弾けるんですか。今はちょっとって感じですね。あと、ボーイスカートってやつをやってました。あ、知ってますか。憧れてました。何ですか、それ。憧れてた。何ですかね。みんな制服着てあるんですよね。ガールズスカウトとボーイスカウトっていうのがあるんですけど、私はボーイスカウトの方に入ってたんですけど、それ小さい頃小学生とかが結構入ってて、どんな感じですか。そうですね、募金活動とか、はい、したり、あと、まあ、自分たちでこう、なんだろう、
ご飯を作ってキャンプでこう生活、はい、こんな感じとか、あと何かしてました、あと水泳もしてました、水泳アクティブよさこいよさこいダンスなどなどたくさんしてます。いやなんか結構小学生の頃とかは1週間、うん、月曜日から日曜日までずっと習い事があったって感じなんですよ。なので、うん、結構遊ぶってよりかは習い事で毎日埋まってました。そんなでした。じゃあ、はい、次誰だっけ。じゃあ、けんさん、はい、はいはい、じゃあお願いしましょうか、はい、角田ゆきめです。ゆきめって言います、はい、ちょっとね、ちゃん変わってるんですけど、そう漢字もね、うん、そう漢字もね、結ぶっていう字に季節の木に女って書いてゆきめって呼ぶんですけど、ちょっと覚えにくいのでつんちゃんで覚えてください。角田で、つんちゃん、はい、つんちゃん、はい、つんちゃん、つんちゃん覚えてください。兵庫県出身です。もうすんごい中で、もうそれもね、で電車が1時間1本で、もう車で帰ってたら鹿がいるみたいな、目の前に鹿が全然いる、それは家の前に鹿がいるレベルですよ。わー、ね、もうまあ田んぼと山しかないみたいな感じです。でもう暗、暗9時ぐらいはもう真っ暗でみたいな、田舎から、はい、大学で上京してきました。大学2年生の20歳です、はいはいはい、こっちに来てからどんな感じですか。こっちに来ても便利でしかないです。そうです、本当に分かる分かる。まず電車にボタンがない、開け閉める、分かります、開ける閉めるのボタンがない、やっぱりあるんで、自動で開く、そう、そうなんです。今久しぶりに実家帰るともう閉めなかったらすごい冷たい目で見られちゃうんです。だから閉めろよみたいな感じで、毎回そう、自分で開けて自分で閉めるんですよ。自分で閉めないと開かないんですよ。それ常識なんで田舎の、皆さん行くときは、はい、気をつけてください。たまに忙しい時期に目の前でドアが開くのを待ってらっしゃる、多分おそらくなんかこう東京からいらっしゃった、うん、出張とかでいらっしゃった方が、サラリーマンがこうやって立ってるとあ、なんかすいません、押してくださいって言って押さないと開かないんですよ、うん、全然開かない、もう人が立ってる、ぜひ覚えてください。そうなんです、田舎に来たら優しくしてください。何か特技とかありますか。特技はですね、さっきバドミントンって、バドミントンは全然特技じゃない、やってたぐらいです。どっちかっていうと、私ずっと小中ソフトボールやったんで、ソフトボール、球技が好きです。はい、そう、ドッジボールとか好きですよ、すごい、はい、強そう。そうそうです、その名残で今もそう東京ドーム、野球見るのが好きなんで、そう東京ドームでビルの売り子を、はい、してます。野球部のマネージャーだったんでルール分かるんですよ。え、そうなんですか。ルール分かるんで す, んです、ね、野球以外のルール逆に言うと分かんない。野球もすごい面白い。野球見ますか。プロ野球、そう、プロ野球とかを、高校野球とかちらちら見て、そうですね、観戦もよく行きます。へー、じゃあ観戦した時に写真撮って行ってきましたみたいな、楽しかったですみたいな、レポ、そうですね、それもまたレポートしたいなと。すごい、はい、なんか超アクティブだったみんな。アクティブ、あとキャンプとかそれこそ好きで、火起こしとか、そうです、そうです、あと釣りとか、もう川釣りしたりとか、はい、結構しますね。奥多摩に行って釣ったりとか、釣り、そうです、釣りか、すごい、めちゃめちゃアクティブだったみんな。幼虫をつけてやったりとか。そうですね、そういうの辺が、すごい、すごい、そういうのが趣味ですね。すごいアクティブな人ばっかり。アクティブだな。いや、でもゲームも好きですよ。スマブラとか、うん、スマッシュブラザーズとか。あ、持ってました持ってました、持ってました。 Wii、 Wii ですか。 Wii とかで、はい、やったり。へー、すごい、持ってますね。じゃあ、アピール大丈夫ですか。なんか言っときたいこと言ったら。いや、大丈夫です。またシーズン始まったら買いに来てください。探してください、私のことを。ちょくちょくなんかそうアピールをしてください。、はい、じゃあ、最後は一番負けとなったかな。はい、はい、渡辺ありさです。ありさちゃん、はい、とこの中で一番年上の21歳ですね、うんうん、で普段は一応大学とかではなくて、うん、あの高校卒業してからずっと洋服店で働いておりますおしゃれさん、すごいおしゃれさんだ、はい、やばい、ダサさがバレる。全然でもなんか普段、はい、でも今とかはもう閑散期に入っておりまして、閑散期、はい、閑散期、まあ、ちょっとあのまあ、お客さんとかも少なくなる時期なので結構暇なんですけど、あるんですか、そういうのが。そうなんですよ、繁忙期と閑散期があるので。え、どういう季節の変わり目とか。そうですね、大体もう12月とか繁忙期で忙しかったりとかする、今セールとかやっぱすごい、はい、セールで今もう春物とかになってきてるので、まあ、ちょっと静かになる閑散期になっております。はい、まあ暇人なんですけど。まあ趣味は、はい、
一応音楽が好きで、あ、まあ、昔ピアノをやってたのと、うん、あと本当に遊び程度で高校から、ギターも、アコースティックギターも通って今、なんかすごい、はい、歌うことも好きなんですけど、結構もう一人カラオケとか、行っちゃいますか、みんな行っちゃいます、行きますか、行かない、行かない、行きたい、行きます、人から行きます、やった人から行きます。逆に人からじゃないと、人が歌っても分かんないような曲ばっかりから盛り上がりにかけるっていう。どれくらい歌うんですか、喉カラカラになったり、カラカラになるまで行きました。フリータイムで撮って、なんか歌ったり、携帯いじって休憩したり、また歌ったり、そうなんですよ、なんか同じ曲なんかの歌とか、もっといい点数が出る、同じそうなんですよ、そんな感じで、はい、歌うのが好きです。何歌いますか。でも基本的にはでも私アイドルとかも結構好きなので歌うんですけど、はい、ただでも結構いろいろ歌いますね、いろいろ歌う、はい、もう J-POP の、うわー、まあ、でも女性の方かなが多いんですけど、お箱は何ですか。お箱私中島美嘉さん結構歌います、ね、あーいいですいいです、オリオン、オリオンの好き、オリオン世代的には、未知のジャンルだから私聞こう、聞こう、ちょっと待って、メモさせてください、はい、お願いします。どなたの誰、何ですか。中島美嘉さんとかですかね、はい、結構歌います。へえ、ちょっと未知のジャンルだから開拓しよう。皆さんどんな曲聴いたり歌ったりしますか。そうですね、私でも結構乃木坂46も好きですね。アイドルだ、はい、うん、私はもうロックです。ロック系が好きですね。ロックなんだ。聞く分には歌うにはちょっと激しすぎるんですけどね。なんかコメントがね来てらっしゃいます。あ、ボーイスカウトやってた人がいらっしゃいますね。すごい、同じですね。はい、田舎に電車来ない。電車来ない来ないですよ、ほんと。まあ、イキメさん特に趣味が男だねって言って、あーですかね、ちょっと女性っぽいやつも、ちょっと見つけたい。小さいの先輩にも野球観戦好きな方いらっしゃってツイッターによく行きましたみたいに載ってたりしたんで、ちょっと仲良くなりたいですね、ぜひ。一緒に出るときあったらお話盛り上がってください。で、ね、はい、でこんな話をしているうちにそろそろねお時間がね来てしまったので、はい、イメージガールのコーナーをここで締めたいと思います、はい、言い残したことないですか、大丈夫ですか、よろしくねって感じでアピールしてください。今ガシャンアピールして印象に残しておきたいと思います。はい、で番組終了の時間がねそろそろ迫ってきたので、今日の感想を皆さんに聞いていきたいと思います。なんか今日の感想を特に名指しとかはしないのでこんな感じでしたとか緊張したよねねみたいな感じでどんな感じでしたか今日これ出てみて。もうね時間1時間ぐらい経つんですよ、はい、すごい早い時間、あっという間ですね、あっという間でした。なんか普通にガールズトークしてそうですね、本当にそう、楽しかった、楽しく、私がねいろんなことやらかすからね大丈夫かなって感じでね、そう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 、楽しい時間、楽しかった、楽しかったね、こんな感じになるんですよ、うんうん、はい、うん、初めてだからね結構緊張した、ね、私初めてじゃないのにすごい手汗がすごかったそうですそうです、こんな感じでね話がね進んでいくんですよ、うんうん、あれ大好きは他にも17期生でもう出てる人もいるのか。大好きはまだいない、今日はね、今日は初ですね、じゃあ、うん、皆さんにこういう感じだったよっていうのを感想をぜひ ね、そんなに緊張しなくても普通に話進むぜみたいな感じでそう教えていただければねいいと思います。はい、緊張したやっぱり緊張した、うん、まあ、最初緊張したんですけど今は慣れた、慣れた、慣れましたね、よかったよかった、楽しかったですか。楽しかったです。ここで楽しくないって言いづらい、楽しかったです。こんな変な先輩でもねすごい皆さんお話ししてくれて私すごい嬉しかったはい、じゃあそろそろね番組終了の時間になったので締めたいと思います。それでは第16期シーサイドイメージガールの小田島まりもと、はい、第17期シーサイドイメージガールの佐々木愛香と角田ゆきめと渡辺ありさでした。皆さん良い週末をお過ごしください。バイバーイ、バイバーイ。